ミミック的なものかと思ったわ。呪いのベルト？めっちゃ怒ってるんやけど、こいつ。騙されたマジ。こんにちは。今日はね、ガライの墓で、盾ごとをゲットしようかと思います。てか、こいつ、ガライの墓に近寄るなって。そんなん言われたら近づくわ。近づくどころか入るわ。松明はたっぷりありますと。お、宝箱や。薬草。9ゴールド。おお、お前か。ミミック的なものかと思ったわ。確かドラクエもミミック的なものおるよね。てか推測やけど、このダンジョン面積広くない？そうでもないかな。ちょっと歩いた感じ広いような。ここ最初に通ったよね。いやー、ちょっと道に迷ったかな。出入り口の下行くか。鍵一個か。他に鍵があったら終わるな、これ。地下の階段。やっぱ広いわ、このフロア。地下？階段地下？騙されたマジ。ここもダミーの階段か。こっから降りてきたか。宝箱。呪いのベルト？ん？装備品ではない。装備品やったら勝手につくよね。文字だけかな、勝手につくの。拾ったら自分でつけないかんとか。呪われた？どういうこと？呪われた。呪いの効果は？そう、呪われたって言われてもね、何の変わりもなくて、戦闘も普通にできたし、体力も回復してるし、魔法のマントじゃなくて、魔法の鎧のおかげで。何なんだ？ここに戻されたんか。ここの左端に階段ないかな。あった。はい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 。ここの下の階段が正のルートと思う。多分ね。これっぽいな、盾ごと。取る。来た！やった！あとは、
東の賢者に預けるだけか、これを。そしたら、なんだ、三種の神器的なもののもう一つをもらえるみたいな。でも帰り道覚えてないぞ。なんとなくは覚えてるが。で、グッチ、ここあたりやったよな。こっちか。あったあった階段。よかった。普通に道に迷うと思ったわ。話す。西。すまん、もう持ってきたわ。魔物を呼び寄せるってエンカウント率が高まるってこと？よーし、持ってきたぞ、盾ごと。雨雲の杖、やったっけ？よこせ。おい。お、消えた！消えよったわ。雨雲の杖。あ、ついでに、南の島の賢者にも会いに行くか。さっきの呪いって何やったんや。あ、やっぱり賢者おったわ。あ、それよこせ。ほうほうほう。なんで怒ってんの？ちょっと待って、ちょっと待って。なんかめっちゃ怒っとるんやけど、こいつ。印があるはず。ほうほうほう。なんで怒ってんの？なんか、嫌なことでもあったんかな？マジ話ぐらい聞くけど。うん。今回はこれぐらいにします。ご視聴ありがとうございました。